はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩仮面ライダーエグゼードソードステージ3です。はい、今回も1個380円でラインナップは全7種類、かなり多いんですけど、1番ロボットゲーマー、2番ビートゲーマー、3番コンバットゲーマーで、4番チャンバラゲーマー、5番スポーツゲーマー、そしてライダー系が6番エグゼードのアクションボディセットと7番ブレイブのアクションボディセット。基本は1から5までのゲーマー系が全て新規で、6番7番が再販なんですが、完全な再販アイテムじゃなくて、今回のゲーマー系装着用に無塗装のレベル1顔がついてたりとか、武器の付属がなかったりとか、若干セット内容が変わってますね。ただゲームスナイプレーザーに関してはアクションボディのラインナップがありませんから、過去に発売されたものを使うような感じです。外箱の上側はこうなってて、背面はサンプル画像です。今回は頭部パーツごと変わりますから、見た目がめちゃくちゃ良さそうですね。まずは1,2,6,7を使ってエグゼイドロボットアクションゲーマーとブレイブビートクエストゲーマーをレビューします。はい、そして早速完成しました。とは言ってもほぼ完成品が入ってて、ちょっとパーツを組んでシールを貼って終わりだったので、ほぼシール貼りに時間を使って4体分で30分で終わりました。まずエグゼードのアクションボディはかなり簡単なパーツ構成というか、ベースのアンダースーツがあってシールもちゃんと付属しておりますが、胸パーツがないのと後ろが無塗装の顔がついてて、フェイス部分も実際は使えませんから、おまけ程度のものが付属しております。なのでこのベースを使えば一応はロボットアクションゲーマーが完成しますが、レベル1フェイスはこうなっちゃいますから、実際は前に発売したやつを使った方が圧倒的に出来は良さそうですね。比較するとこうです。そして1番のロボットゲーマーには本体とエグゼード用の頭部パーツと2本差しのゲーマードライバーが付いてて、付属品としては完璧ですね。ちなみにシールはこれくらいで、赤い成形色をベースに一部最初から塗装はされてました。では本体をぐるりと見回すとこうなってて、パッと見はデラックス版とほとんど変わんないような気がしますね。しかも可動箇所が結構あって、ここが根元から動きますので、前後に動くのと、別パーツでここが構成されてますから、ここも可動しつつ、ただ今回は口のガパッという展開はありませんから、この部分は無可動で、足の部分はパーツ構成のおかげで横に可動します。なので、ちょっとしたポーズをつけることはできますし、指のパーツも別パーツですから、ここも可動するんですよね。これは結構大きいかも。レベルアップライダーシリーズ版と比べるとこうで、高さは3分の2ぐらいですが、シールのおかげでゴールド部分の色がさらに多くて、より色分けは細かい感じになってますし、後ろから見ても変な肉抜きなんかもありませんから、これまで追加のフォームチェンジ系アイテムで、ここまでよくできてるものはなかなかないと思います。では6番のアクションボディを使って合体。まずはアクションボディ側の頭部パーツを引っ張って外して、ロボットゲーマーに付属した頭部パーツをセット。さらにゲーマードライバーを差し込んで、次はロボットゲーマー側のパーツをバラバラにします。今回は開けてガチャッと合体じゃなくて、バラバラにしてから取り付けるような感じ。なので、デラックス版とはだいぶ遊び方が違いますね。じゃんじゃん。すべてを外します。ベースのパーツから全部を外したら、こっちは使えませんので、外したパーツを各部分に取り付け、胸のアーマーと、ヒンジを使って肩のアーマーに、反対側もはめて、そして背面のジョイントを使って、ゲーマーの頭部パーツをセット。拳パーツにはめ込むような形で、腕パーツを完成させれば、完成、仮面ライダーエグゼードロボットアクションゲーマーレベル3です。超かっこいいんだけど、これすごいね。完璧にテレビ本編のシルエットに仕上がりました。おー、
さすがレベルアップライダーシリーズ版と違って、ガチャッとワンタッチ変形みたいな、そういうギミックは排除してて、完全に差別化されてて、一旦バラバラにして装着するっていう手間はありますが、そのおかげで、頭部パーツの交換もありで、完璧にテレビ通りのロボットアクションゲーマーの見た目に仕上がりました。感動、すごすぎでしょ、このフィギュア。はい、全体をぐるっと見回すとこうで、その分後ろのこれがちょいと残念ですが、これは僕の持ってるレベル1フェイスを付け替えることで解決しますから、ステージ1、2を持ってる人には特に問題ではありませんね。おー、絶対こっちの方がいい。はい、後ろ姿、そして前側。あ、というか、襟部分の塗装もありませんから、これはアーマーごと変えちゃった方がいいですね。より完成度が高まる。近づいてみると、こうなっております。そして、拳パーツが稼働するおかげで、パンチポーズがバッチリ取れますから、ポーズの表情を変えることもできますし、ちょっとした掴みアクションなんかもいけますね。可動的にも問題なくて、腕が根元ごとグリグリ動かせますし、ここがちょっと髪の毛と干渉しますが、気をつけながら動かせば OK ですね。ロケットパンチもすごいしっかりハマってますから、とにかくパーツが安定しております。ただ、ここの腰のパーツをロボットゲーマーで使用することで、魂ステージは使えなくなっちゃいましたね。レベル2のエグゼードと比べるとこうで、アーマーを装着してごっつくなったとはいえ、ちゃんとスマートさは残ってて、シルエットほんと綺麗ですし、今回は頭部パーツの形状も自然ですね。レベルアップライダーシリーズと比べるとこうで、同じフォームとは思えないぐらい全く形状が違って見えますけど、そもそもこっちは遊び方がだいぶ違って、ゲーマーを展開してガチャッと上からはめればほぼ完成ですから、そういう部分ではすごいボーイズトイなんですけど、比べちゃうと今回の食玩版がいかにかっこいいかがわかりますね。いや、これこそロボットアクションゲーマーですね。では続いて7番の仮面ライダーブレイブアクションボディで、これもエグゼードと同じようなパーツ構成で、肩とか胸のアーマーはついてなくって、ただある程度色分けはちゃんとされてますから、フォームチェンジ用としては問題ないと思います。一応通常のブレイブと比べるとこんな感じですね。これも先にレベル1フェイス変えちゃいましょう。やっぱりこっちの方が見た目がいいですよね。そしてビートゲーマー側には本体と頭部パーツと日本差しのベルトとターンテーブル用の取り付けパーツが付いてて、これももともと少しだけ塗装がされてて、細かいところはシールで再現です。ビートゲーマー本体をぐるりと見回すとこうで、これも変に肉抜きがなくて非常に完成度が高いと思います。ロボットゲーマーと同じように関節が根元から動いて、ある程度ポーズ付けができます。ただ、こちらもパカッと口の展開はなくて、そこは省略されてますね。レベルアップライダーシリーズと比べるとこうで、おおよそ色分けは共通ですし、ベースカラーなんかも近いですね。ぐるりと見回すとこうなっております。手元部分とかは若干シールのおかげで色多めって感じ。では、ブレイブと合体。手順は、エグゼードと変わりませんから、頭部パーツをまずは付け替えて、ゲーマー側を一旦バラバラにして、全部取り外します。頭の部分に体。そして外したパーツを今度はそのまま、ブレイブに取り付けていって、肩パーツのスピーカー部分は一旦一旦外した上で、ヒンジにカチャッと。そして反対側の肩パーツもはめたら、先ほど外したスピーカー側からジョイントを引き出して、穴部分に差し込み。この辺もレベルアップライダーシリーズと変わんないですね。そして腰にゲーマーの頭部パーツを取り付けて、ベルトもはめて、ターンテーブルの持ち手パーツにターンテーブルを差し込んだら、ここを使ってシールドを持つ要領で右手の拳にはめ込めば、
完成、仮面ライダーブレイブ、ビートクエストゲーマー、レベル3です。こっちも完璧、めっちゃかっこよくないですか？いや、これは興奮するレベル。ロボットアクションゲーマーも、すごかったですけど、こっちもやばいですね。はい、横側、後ろ側、今回フェイスは変えております。反対側、そして正面で、近づいてみると、こうなっております。帽子もきちっとバッチリの位置で、ちゃんとマイクもあって、上半身もそこまでごつくありませんから、ビートクエストゲーマーイメージまんま。ターンテーブルはこういう形状で武装しておりますが、このままガシャコンソードなんかも持たせられますから、こっちも超かっこいい食玩アクションフィギュアにまとまってますね。これは去年のゴースト系より明らかに進化してる。後ろ姿はこうで、今回もベースパーツは使ってませんから、だいぶスッキリしてますし、スピーカー部分は思いっきり干渉しちゃいますけど、角度を気にすれば、全然普通にポーズが取れますから、可動面も問題ありませんね。各パーツもすごくしっかりとハマっております。ターンテーブルを触ることは、ギリギリできませんが、かなり近いポーズは取れますし、ガシャコンソードを武装することでめちゃくちゃかっこよく決まりますね。いや、食玩版のビートクエストゲームはほんと気に入りました。はい、レベルアップライダーシリーズ版と比べるとこうで、やっぱり顔周りのまとまりがめちゃくちゃいいですし、この形状も決してかっこ悪くはありませんが、やっぱり劇中再現度は食玩版異常な高さですよね。顔がほんと違うんですよね。そしてこの二人を並べるとこうで、並び立つとまたすごいっすね。食玩的なチープさは一切なくて、ほんとものすごい仕上がりですし、レベルアップライダーシリーズ版の仕上がりに不満があった人には、超満足いくアイテムだと思います。バストアップはこうですね。はい、ということで、食玩仮面ライダーエグゼイドソードステージ3のエグゼイドロボットアクションゲーマーとブレイブビートクエストゲーマーを紹介しました。ステージ1、2も完成度が高かったですけど、ソードステージ3になって独自路線色が一気に出て、見事にレベルアップライダーシリーズと差別化がされましたね。ちょうど10王者っていうところのミニプラみたいな立ち位置で、劇中再現度がとにかく高かったですから、これは今後のアイテムが一気に楽しみになりましたね。では次の動画では残りの3つのコンバットゲーマー、チャンバラゲーマー、スポーツゲーマーをレビューします。以上、食玩仮面ライダーエグゼイドソードステージ3、仮面ライダーエグゼイドロボットアクションゲーマーレベル3と仮面ライダーブレイブビートクエストゲーマーレベル3の紹介でした。